はい、波動拳を打てるんですよ。で、まあ、防具がですね、最初はしっかりとチャージをして弾を打っていきましょう。魂しっかり、あ、でかいですか、でかいの、いや、どうしましょうか、こうでっかいの何色でしたっけ。どういうこと？今日はですね、あの波動の練習をしに来ました。どうせやるんやったらてっぺん目指そうということで、あの本気でやりたいと思います。吉本内のチームを作ろうと思って、こいつ一緒にやろうかなと思って誘いました。チャンス大城です、どうぞよろしくお願いします。チャンス大城です。はい、なんか先生さん、僕で大丈夫でしたでしょうか。同期なんですけど、はい、皆さん言っときますよ、このあの腰の低さ、これ嘘ですか。お前がうちに遊びに来た時、近所からクレームバンバン来たんやから、ね、あ、それ、酒飲んで、うん、暴れて先生言って、もうお酒やめて2年11ヶ月になりましたよ。こいつでも都内第3位という記録を持っている。そうなんです、酔っ払ったら財布を川に投げる癖がありまして、免許証27回なくしてまして、で免許証更新、府中の免許証更新センター行った時に僕東京で3番目に免許証なくしてました。1番目が79歳で81回っていう。琴音と申します。よろしくお願いします。琴音先生、チャンスをしろと、あと今からこいつ、はい、ありました。よろしくお願いいたします。菊池です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ハワイに移住するって嘘ばっかりついて、全然移住せない。送別会でただ飯食ってます。今仕事は何されてるんですか。紐やっております。極太の紐です。極太のタンカー止めれるぐらい。タンカーも流れません。大変なんですよ、紐も。簡単じゃないですから。出れない方がいい。わ、すごい。お、みんな1って出てる？出た。うわー、あ、お姉さんの頭に。そうです、私に攻撃しております。体の上に大きな手を振り上げてください。はい、二段を後ろに下がっていただきますと、あ、そのままでいいと思います。かっこいい。どういうこと？ピッ、
かりました。体力大丈夫ですか。あ、全然全然もらう。はい。だから頭がねついていってないんですよ。はい、頭が。理解が。理解が。はい。これだって肉体労働だよな。あ、そう、体力は、あの穴は穴掘りとか、はい、その辺は大丈夫ですね。穴掘り？穴掘りしまくったりね。水曜日のダウンタウンで出てたよ。穴掘って。ああ。はい。ただあの今何してるんですか言われてわからないです。初めてウィンという数字を見ました。ここだと玉見えてる。玉とかいろいろ。うん。玉の謎見えたら下に見えてると、なんか、かわいそうになる。何してんの？あのままに哀れるな、マジで。何してんの？ちょっと癖つけとかな。こっからのこれ
こっからのこれがすぐできるそれ、それトレーニング日々やってます。平行でね、地面と気持ちよくは気持ちよくは心臓あるよ、いいですか、そう、これだけシャッター開け、シャッター開け。どうせまたあれやろ、家でまたあのなんか自分のペットボトルの事件のことこれこと見て、いいねがこんなに少ない。俺たちだ。てっぺんに登るもうアベンジャーズや。そう。スピードで戦っていただく4チームに集まってもらいました。よろしくお願いします。